どうもこんにちは。即課塾の久保です。今回の舞姫大学特別講義なんですけども、まあ、ウェブライターでいくら稼げるでしょうかもっと言ったらですね、ネットビジネスをやったらどのぐらい稼げるようになりますかというご質問に対してですけども、これに対して私はね、ちょっとね、新しい稼ぎの考え方を、まあ、入れ替えていかなくちゃいけないのかなと思ってるんですよね。まあ、というのがね、今まででしたら、どの会社に勤めたらどのぐらい稼げるかなとかね、 どういった仕事ならどのぐらい稼げるかなっていうふうに業種や仕事職場によって稼ぎっていうのは最初からね給料という形で契約条件ででで決まっていたと思うんですよ。でもこのネットビジネスをはじめとする、まあ、ウェブビジネスもそうですけどもねウェブライターもそうですけども自分で商品を作って自分で集客して自分で販売するという世界になってくるといくら稼ぎたいから何を選ぶかっていうふうなね考え方になってくるんですよ。 えー、例えばねウェブライターでいくら稼げますかというご質問の中でいやウェブライターで月に100万稼ぐこともできれば23万っていうコースもありますよとそれはあなたの希望金額やライフスタイル使える時間とかによるんです要するにあなたのスキルがどこまで伸ばせるかあなたがどのくらい時間が使えるかに依存しますんで会社員のようにね レベルの高い人もレベルの低い人もほとんど同じ給料ってことはないんですよというふうになるかなと思うんですよ、まあ、ですんでネットビジネスだってどのぐらい稼げますかじゃなくてネットビジネスをやるにあたって月に40万稼ぎたいと思ってるんですどのような作業を選べばいいでしょうかみたいなのが疑問としては適正かなというふうに思うわけなんですよね、まあ、そうなるとコンテンツ販売ならじゃあ 1>, 1万円の商品を40個売る。そのためには、一定の集客力が必要になってきますよ。っていうことになりますよね。だって、月に40個売るとなると、やっぱりね、100人とか200人はどうしても集めないといけないってことになりますからね。集客力に重きを置くようになります。じゃあ、そんなに集客力ないんですよ。と。アクセスもあんまり取れそうにありません。っていうことでしたら、じゃあ、単価の高いもの、10万単位のものを売っていきましょうって話になります。10万単位のものを、 三四人に売れば月に三四十万ってことになりますよね。集客に関しましては十人二十人前後でよくなるんで、集客に対するエネルギーはあまり高くなくていいってことになります。まあこのようにですね。どのぐらい人が集めれるのか、どのぐらい人を集めようと思っているのか、どのぐらいの商品を作ろうとしているのか、いくらで物を売りたいのか、いくらで物を売れるのか、いくらのモノだったら販売できるのかというふうに。 自分の能力をどこまで高めることによって結果的に月間の自分の報酬を決めていくという形になります。まあ、ですんでね月に2、3万でいいやって方はそれこそ数千の商品を売っていくもしくは月に2、3万でいいとしたら1個1万円の商品を2、3人に売っていくという形でかなりハードルは下がりますよね。そうなると高い能力も必要ないですし そんなななににヶ月みっちりり働く必要もないっていとうことになりますんでライイフスタイルが見えてくると思いますでもやっぱりね月に100万かついたいよっていうことでしたら高いものを売る力かたくさんの人を集める力っていうのが必要になってきますんでそのためには結構最初のうちはね集客のためのアクセスアップの工夫っていうのはしなくちゃいけないと思いますし高い商品を売るためのプレゼン能力も必要になってくるかもしれないですよね。 さまざまな能力が必要になってきますんでその能力のない方はたとえ月収100万っていうふうに掲げていても、まあ、3万4万で終わる可能性が高いかなと。ひどい時ににはゼロになっちゃうんですよ、ねまあ、ですんでねまあ、とめますとあなたにある集客力、ね、人を集める力商品商品を作る力商品力それから販売力セールスの力この3つのバロメーターが自分にどのぐらい備わっているかによってやおなく月収は決まってくるってことになりますね。 でウェブライターの例をねナミさん取っていただきましたけどもウェブライターっていっても大体1時間に4,000文字をコンスタントに書ければそこそこの作業量に対する報酬っていうの見えてくるんですけどもただ1時間ちょっとねタイピングしてみてください多分4,000文字いかないと思うんですよ、うん、そうなってくるとウェブライターとして稼ぐというよりもウェブライターとして稼ぐための修行をしなくちゃいけないのでお金を払いながら教育を受けるとか まあ無料で時間を使って勉強していくっていうことに、そんなフェーズになるんじゃないかなと思います。同じように、セールスのためとか、商品を作るためとか、いろんな能力を培うためには、まずね、自分の力を高めていくっていう経験が必要になってきますので、まあ、研修期間ですよね。うん。それを過ごさなければいけないのかなと思います。ただ、ネットビジネスに関して、研修期間イコール、実働ってこともあり得るんですよ。部格好ながら、とりあえず集客をしてみる。 YouTube やブログや Twitter をやってみるってことによって自分の力量がどの辺りにあるのかっていうふうなね手探りながら力が見えてきますんでそしてどん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 使ってるメディアに対して書き込む発信することによって同時に自分の力をつけていくというふうなね、えー、やり方もあるかなと思いますまあ勉強は勉強でこっそりやって力がついたらオープンしていくっていう方法でもいいんですけども最初からぶつけてね 最初から売れないと思うけども、とりあえずやってみるんだって形で、ゼロ更新の続く YouTube の動画更新をされている方もいます。はい。そんな形でね、えー、私たちはこれから自分の商売をやるわけですから、いくら稼げるだろうじゃなくて、いくら稼ぎに行くんだっていう気持ちでね、やっていくことが必要なんじゃないかなと思います。今回は以上です。お疲れ様です。